26聖人って日本で最初に殉教した、そのカトリック側の方々ですけどもですね、方々がいるんですね。それと我々は特殊な関係にあると私は感じております。どうしてそれを感じたのかと言いますとですね、まあ最初知らなかったんですね、プロテスタントだから。しかしですね、神学校の授業で出てきたんですね。で、非常に感動いたしました。素晴らしい証ですよね。そしてですね、後年、教会のスタートがあってですね、九州に行った時にですね、主に言われたんですね。一つの用が済んだ後、そこの26聖人の記念碑のとこ行ってこいって。それで行ったんですね。そしてお祈りした時に、非常に強い臨在を感じました。で、私はですね、あ、これは何か特別な御心があって導かれたと、私ね、感じたんですよね。そしてね、東京に帰ってから、いろいろ調べたり祈ったりする中でですね、一つ感じてきたことがあるんですね。日本のカトリックにしろ、プロテスタントにしろ、キリスト教信仰の原点が、この26聖人にあると。そしてね、なんか言われたんですね。26聖人の足跡に従って、そして歩んでいきなさい。ということでですね、26聖人のことを学び始め、また2月5日にね、集会を始めるということになったんですね。26聖人の記念聖会ですね。まあ、長崎に行って始めるということになったんですね。それでちょうどその頃ですね、私が結婚するっていう不思議さんとですね、導きがあった時に、で、祈ったんですね。何を祈ったのかっていうと、いつどこでやるか、誰を式にするかっていうことだったんですね。そうしましたらね、示されたのが、もうとんでもないことが示されたんですね。カトリックの神父で、そして2月5日、26聖人の殉教日に結婚式をしなさいと。霊的に非常に意味のあることです。こう言われたんですね。で、普通、プロテスタントの牧師はカトリックの神父に結婚式頼まない。異様な形だったんですけども。でも、OK してくださってね。そして、その時、私たちが2月5日にやるって言った時にですね、エド神父って言うんですけど、エド神父が言われたんですね。あなたは知らないかもしれないけど、それはとんでもない日ですよ、と言ってきたんですね。26聖人の殉教日でカトリックで特別な日として取り扱われてるわけですね。だから私言ったんです、知ってますよって。26聖人の殉教日でしょうってですね。そしたらですね、江戸神父がね、感激しちゃったんですね。それはなぜ感激したのかっていうとですね、もうハンガリーから来た神父さんだったんですが、こう言ったんですね。実は、こういう言い方をされました。26聖人のお導きによって私は日本に来たんです。26聖人が私のポイントだったんです。で、私はこれは偶然の一致ではなかったと。こういうふうに感じたんですね。そしてね、エド神父っていうのはメキシアウスってところに住んでいて、そこに結婚前の観戦に行ってたんですよね。で、行ってる中で、終わった後に祈るんですけども、江戸神父の家から出てね。そしたらですね、こういう予告があったんですね。それはどういう予告があったのかっていうとですね、26聖人の一人があなたのために祈ってるという予告だったんですね。それでね、今あなたが思い浮かべたものだ。ちょうどね、祈ってる時に、私、パウロ・ミキのことを思い浮かべたんですね。で、それがあなたのために取り出しをしてる。ズバッと来たんですね。あ、パウロ・ミキが私のために取り出しをしてるのか。というふうに思ったんですけどもですね。その時にちょっと感じたんですね。何を感じたのかっていうとですね、その前後に分かったんですね。それは何かっていうと、江戸神父のところに
私はカウンセリング行ってましたけど、ミキハウスって言うんですね。でこれパウロ・ミキのことを記念したハウスであったっていうのが分かったんですね。その時に私はその設理的に考えて、これはあり得るなと、こういうふうに思いました。で最初はの嬉しかったですよね。パウロ・ミキもし私のためには取り立ちしてるのはね、ありがたいと。でその時にちょっと誤解があったですね。だからパウロ・ミキは人のために取り立ちをして、私のために取り立ちをしてるというふうにちょっと想像したんですけど、よくよく考えてると、ああいうキリストのしもべはですね、100人でも200人でも1000人でも5000人でも取り立ちをしているだろうから、その中の一人かなと、こういうふうに思います。それで私はですね、日本の信仰の原点であり、そしてその後私たちがついていくっていう、そういう存在であると、こういうふうに考えております。でこの26世紀を通して天の希望っていうのをね、非常に強く示されますし、命を捨てて神様に従う、その主権心の歩みっていうのを見ますし、またパロミキのようにですね、十字架にかかりつつ福音を宣教していったっていう、その宣教っていうことを感じますね。でその中で特別な主の手が働いたと思っております。そして今私たちはですね、2月5日の殉教日に殉教の場所で聖会を行ってるんですね。カトリックも行ってるんですけども、でもそれはとんでもない、私はですね、祝福であり手であるというふうに感じております。2月5日にね、聖会が行われますので、ぜひ皆さん興味のある方はいらっしゃっていただきたいと思います。